では今回は体幹を意識したお尻のトレーニングをやっていきます。お尻は体の中でも一番大きなパワーを発揮する筋肉なので、すごく大事なトレーニングになってきます。ではやっていきます。まずは四つ這いを作っていきます。この形も大事なので、肩の下に手がつく、前になりすぎないように、で、足の付け根の下に膝がきます。ここでしっかり四角を作ってください。でこの位置でこう腰が反ったり肩の力抜けないように、しっかり、体上半身まっすぐなるような意識で姿勢を作ります。これがスタートポジションです。ここから膝の角度はこのままで大丈夫です。上半身から太もも、この位置が直線になるようにぐっと持ち上げます。で戻す。で反対も一緒です。持ち上げる。で戻します。でこの時に足上げていた時、腰反ったりしないこと、と体がこう外側に開かないように意識していただいて、どうしても開いてしまう、腰が反ってしまうという方は、それが起きない範囲で、この辺りであれば腰が反らないのであれば、ここまでで大丈夫です。体がひねらないような意識を持ちながら、交互に15回、3セットやってみてください。